ネガファンディング新しい未来を掴み取れそれ仕入れできなくなったらどうするんですかその家の前から仕入れできなくなることないです息子さんもいるんであの後継ぐので決定なんですねそこ決定や娘さんがあの手袋はめてキムチ練ってるんででまた新車のベンツ買ったりして儲かってますか儲かってますね家の前だから全部個人情報言ってるなお前は <laughs> 僕はもともと裕福な家庭ではなかったので、うん、そういうのを家の前でベンツとか置かれても、うん、ちょっとこう何何何この人ってなってきて、ね、でボールも当てるしうるさいしみたいな <laughs> <laughs> ボンボン当てるんですよ <laughs> そりゃ見ますよねもう買うしかないってだ買ったら安くしてくれたんで、うん、あこれはいけるなと思って、えー、ベンツ買って気になるしねボールはうるさいしでもいろんなキムチ食べてどこのキムチが美味しかったの,家のキムチです <laughs> 家の前のキムチです <laughs> 家の前のね家,の,家の,目の前のキムチだとだってやっぱ十年度だよなベンツも気になったしボールも当てられたのにでもそれでも家の前のキムチがうまいっていうのはいや確かになんかこういいじゃないですか、うん、なんでうまいかって言ったらもう味付けが全然違うんですよ他のキムチと何中でしてるのかわかんないですけど、うん、もう気になるよね,もうね気になる史上初あの他人の商品を宣伝しに来た説ありますね <laughs> <laughs> キムチはいっぱいあるんですよつ鶴足駅の周りに行ったら そのキムチは手に入らないですよそれ例えば僕がさん行ってえうちフランチャイズ60点もあるそれはもちろん買えますけど買えますけどその値段では買えないですねあの、なん普通の定価で渡されますよそれ、ただそれこ格たる自信がもうすごいですねえそれ何でなんですか家の前に住んでたそつくなよお前普通にそれだけでいけんのかよそれは本当なんですよ本当かよはい。この辺キムチ屋さんもだいぶあるじゃないですかはい なんで家の前のキムチが一番うまいと思ってんのまず作り方が多分普通、逆,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 逆方向行ってるんですよ。逆方向の作り方してるんですよ。普通はなんか塩巻いたり唐辛子練ったりしてるんですけど、まず塩巻いたりして唐辛子入れたりして。なるほどね。だから普通の路線と全然違う路線のキムチなんですよ。金沢さんが。はい。 自分のおうちの前のキムチが一番最高にうまいっていうのももう本当に10秒分かったんですけど、はい、その証言を同じように言っている第三者っていますかいないですなんでいないかって言ったら、はい、あの会社の取引しているキムチ屋さんばっかり買ってるんですよそこは個人的に買ってる人いないんですよそうかどっかに混ざってるキムチなんですけどそうなんですよ まあ、一顧客としてそういう意見がな,、はい、な,なかなか出てきにくいっていうのもあるかもしれないですよねそうですこれ真似されたらどうするんですかまねされないですよねそこのなん <laughs> <何>で <laughs> キムチはだそこしか仕入れないんでいやそこのキムチに似た味を作って似た味は作れると思うんですけど、うん、確実に真似はできないですよじゃ似た味にしてやりました、はい、それは牛丼と一緒であの吉野家とすき家とか松屋とかとはあんまり変わらない感覚なんで一、うんうん、本売り切るっていう あのちゃんとした姿勢になれば全然そんなことなくて、うん、あのまず手を出す人いないんでキム・スサンドっていうのはいやでも僕これ聞いたらやろうかなって思いますそれはそれの話じゃないですか <laughs> だけど今や,るやっても僕には勝てないです <laughs> おおなるほど売るあの僕はさばいて売るんでそれはさばいて売る,るっていうか,あの、まあ、売,れかいま売れるかはすみません売れるか分かんないですけどその勝負したらその負けると思いますよもちろんえっ なんかこのトークの切り返しがいいですよね。なんかね、こう自信が伝わるというか、絶対的に自信を持ってますね。はい。笑顔も素敵ですし、ね。し<う>なんか、いいですよねはい、はい。今の笑顔すごい良かったね。なんかまあ、とりあえず気持ちで。うん、ありがとうございます。はい。これ OL さんとか、今女性にも売れるって。高視力クリエイティブアソシエイト代表、竹橋美樹。魔法のカウンセリング、高視力で人生をコントロール。 企業から1万件以上のカウンンセリング実践、オンラインサロン YouTube 運営300人の受講生を抱えるなど事業を拡大する高校つかさどる魔導士が雨風吹き荒れるタイガーファンディングに虹をかけるこれ OL さんとか今女性にも売れるっておっしゃってたじゃないですか、はい、さっきあの試食させていただいた時はこうお皿の上に乗ってきたんですけど、はい、これ実際売る時ってどんなパッケージというかえと実際売る時はあの可愛いパッケージがあって。 あの要はケーキケーキのパッケージってあるじゃないですかあのこう持つやつ、はい、紙のそうですそうです箱の箱のはい、はい、あれをちっちゃくしておしゃれに売るっていうお<ー>それを持ってああまだ作ってないの、ねはい はい、この食べた時のやっぱりちょっと懸念点がおっきいのがボリュームであっていいなっていうのが一つと、はい、もう少し何か食べやすく改良ってできるのかなっていうのがちょっと気にですあのキムチをあの切っていってあのやるだけなんでなるほどキムチを切るだけで。<laughs> キムチを切るだけえパンは切るっていうのパンはもちろんあの切るんですけどパンを切る機械があって、うん、でそのに入れたら綺麗に綺麗にはまっていくんですよちょっと食べに行くかって申し訳ありませんでしたああいえとんでもないです美味しかったですいやでもさっきの地元の話になっちゃうんですけど、うん、絶対的なこの自信あるじゃないですか、はい、でも金沢さんがすごく成功これでされて、はい め,めちゃくちゃこのビジネスがうまくいってますっていうことになったときに、はいはい、もしかしたら金沢さんの逆のお隣さんも同じこと考えるかもしれないじゃないですか。はい、逆のお隣さんもその前の美味しいキムチ屋さんからすると、もうご近所さんですよね、はいで。金沢さんのこと、まあそのね、地域の中で皆さんいろいろな生活もよあの、知ってるようなんで、あなんか羽振り良くなってきたよねとか、はい、なんかベンツ買うようになったよねみたいな感じもしなったときに、はい 逆のお隣さんが同じことをやろうとしたら、もしかしたら関係性すごく良くて、はい、強みなくなっちゃうかもしれないじゃないですか。ああ、なるほど。まあそういうことはもちろんないんですけど。<laughs> ないかい <laughs> あの、キムチさんの1店舗流行らして、で、店舗を1店舗出して、またそれでお金貯めて、あの、カーを買って、また1店舗出して、店舗出して、行くんですよ。店舗出したらくるんですよ。で、キムチさんあの、キッチンカーでも売れるんですけど、キッチンカーはあの、 学生とかイベントとか夏祭りとかで忙しいのであの店舗であのキッチンカーで成功してお金貯めてあの1店舗出すっていう感じですね、うん、はい世の中のビジネスマンがみんな金沢君みたいだったら楽しそうだよねありがとうございます本当に店舗出したら売れるってね難しいんじゃないの <laughs> ?2 ボで,<構>で,でできちゃうはいから 儲かるんですとそうですえ金沢君の家は事業やってたわけじゃないんだ要ははい,い、はい、あの美容室でしたあそうだよねだってなんか商店街だもんねはいあで美容室が家業なんだお母さんがやってたんででそこは自分はなんかやろうとは思わないあ思わないですねいいのその美容室はなくなっちゃうけどあはいあの美容室は本業ではないかなと本業ではない、はい、今本業がない男がそうですあの本業をこれから作りたいっていなるほどよろしくお願いします <laughs> <laughs> それはなかなかニュー島島どうですキャか？あの同じ飲食の立場としてそうですね株式会社お客様皆様おかげさま代表島田貴文学歴なし人脈なし借金を抱えながらのラーメン店開業で全国60店舗海外進出を実現全国フランチャイズ店舗プロデュースなど人の役に立つラーメン屋として進撃を続けるラーメン屋経営 YouTuber 島屋志願者の味をどう引き出す そうですね。まあ、ちょっと舐めてる感はありますね。そのビジネスをね。ただ、あのー、面白いキャラやと思うんですけど、だから、金沢さんの一馬力やと売れるとは思うんですけど、それを店舗展開するってなった場合に。教育って言って、あの、人を教育して、はい、あの、売り方とか、あの、 お釣りをもらうときは両手でもらうんだよとか、ありがとうございます。それはもちろん当たり前のことじゃないですか。はい、それを徹底的に叩き込む。叩き込むんですね。はい、なるほど、ね。まあ、その競合出てきたときに、本当に優位性がどうやって出していくんかなっていうのは、差別化ね。はい。そうそう。どうやって競合か競合性で、競合性できたら、結局あの味が勝負なんで、ここのキムチがうまいって言ったら、このキムチサンド、あの、金のキムチサンド、食べたいって言ったら金のキムチサンドに足を運ぶじゃないですか。 でもその元祖のお店に多分みんな行くと思うんですよ、ね。元祖の店に行っても、鶴橋駅なんでキッチンカーでは来れないんですよ。例えば東京の駅の前の秋葉原のど真ん中で、キムスサンドってやったら売れるんですよ。で、これは別に家賃もかからなくて、その場でしを上げるんで、逆に東京の人、キムスサンド食べたいから鶴橋まで2時間半円で行,行くと思いますかいや、行かないと思うんですよ。そうですよね。はい、はい。だからそういう感じで、ガンガン売っていきたいんですよ。<laughs> <laughs> おいいいしてください表情がいい <laughs> あの僕ぜひ、はい、岩井主催にこれに関して意見を聞きたいんですよ、はい、キッチンカーでキムチといえばマネーの虎で、はい、あのキムさんに出されたっていうご経験ある中でキムチはそもそもキッチンカーとしてそのシナジーとかどうなのかなっていうところあのキンさんはキムチだけを売ってたわけではなくて簡単に言えば韓国弁当なんですね当然韓国弁当のベースはキムチがあ,ありましたけど。 金さんのキムチって本当にやっぱ独特で、あの、彼の言ってるキムチがどうなのか僕知らないですけど、あれはあれで、ものすごい手間暇かけて、お金もかけた、本当に他にはないキムチなんですよ。なので、絶賛されてました、当時。まあ、だからなんだっていう話じゃないんですけども、キムチサンドって僕聞いたこともなかったんで、今今日初めて食べましたけど、確かにこれがすごい売れてるっていうことであるならば、確かになんか、 価値はあるのかないいうには思いますね金く君は今までなんかいろいろやってきて続いたことはあるのあ営業ですね。営業な何年続いたの ?10 年ですね。おなるほどね。じゃあ続ける能力はあるんだね。はい、やっぱりあのほら始めても続けられない人多いから。はいうん、で飲食とかも多分そうだと思うしこれをきっかけに金く君が一過性的に。 儲かってでもその後やめちゃったらあんまり意味ないと思っててはい本業でいきますなるほどねあのキムチを売るっていうかキムチサンドを売るっていう感覚に変え,変えちゃえばキムチを売るって誰でも買うんですよキムチ買ってくださいでキムチちょうだいでキムチサンド何それってなるんですよでそこで食べ,食べて一回食べてみたらこれうまいなってなってでここにも店舗できてるし行っちゃおうかとか,そのかあのキッチンカーであの全国回ったりしてしてそうなんですよはい ちなみにキムチサンドでメニューはいくつぐらい作れますか？三、はいはい、つですね。今の薄焼きカルビとあ中のトッピングで買えるってことですね。あそうです。マヨネーズありだったりなしだったり、キムチ増量したりはあのお客様に合わせてあのご提供させていただきたいなと思っております。で薄焼きカルビ以外は何,何があるの？豚バラですね。あ豚バラ。はい。あともう一個は。今考えてるんですけどあの中骨カルビって,あって肉なんだね。 そうです。これキッチンカーでやらないとダメ？店舗でも大丈夫ですけど、キッチンカーの方が稼ぎやすいので店舗を出すお金になるんですよ。なおかつキッチンカーも残るからキッチンカーでまた回れるっていうで店舗も上がるっていうそういうあのまあ二刀流でいきたいなと思ってたんですね始めを。あ店舗とキッチンカーと二つ同時ってことですか？<laughs> 同時じゃなくてあの五百万円の資金の中でキッチンカーを買ったらあの残り百五十万円になるのでそれでお店を回して。 さらに500万円作って、それでお店を出して、まあ、500万円か600万円か、まあ、700万円かはあれですけど、あのそれでお店作,作りたいなと思ってます。キッチンカーの方が売れるっていうキッチンカーの方が売れるっていうのはないんですけど、店舗は店舗で売って、キッチンカーはキッチンカーで売るっていう今あの、パーソナルジムのトレーナーをされてるってことなんですけど、はいはい、週何回で働いてるんですか。 他の4日間は何をされているのか他の4日間は一応母親が寝たきりなので、まあ、おしめ書えたりあの外散歩したり10月中にオープン予定じゃないですかはいえとここでお金が出たら、はいはい、えこの、まあ、9月10月っていう感じで、はい、まあトントンと予定を組んでいきたいなってことなんですよね、はい、そうですその際はパーソナルジムのトレーナーとしてはどうするんですか なんかキッチンカー月額20から始められるんですよレンタルでなんかその試してみるとかはやんないああ試してみるっていうかもう僕これでいきたいって決めてるんでもう350万ぶっ込みたいで売れるんで絶対に、はい、<laughs> 買うんですよあの入り方うなぎみたいに入っちゃうのお客さんが毎回毎回あのロックビラーさんでもまあねそのお店だからうまくいってるかもしれないからね、はい、ビジネスってのはねそうも簡単にいかないところがあるんですよ、はい、なので キッチンカー揃えちゃって、うっかりうまくいかないこともあるから、別に初期投資を抑えられるなら、レンタルでもいいんじゃないどうなのかなレンタルだと、レンタル費用がかかるし、あの先のことを考えたら、レンタルよりまず一撃で勝負するっていう方が、あの、賢いんですよ、逆に。 お前の金じゃねえんだよ。はい。そうどういうことなんですよ。お前の金じゃねえんだよ、それが。僕たちのお金なんで。よろしくお願いします、ね、初期投資を抑えたいですよ、そりゃ。別にや、ね、月々の費用が高くなっても、初期費用が安くなった方が、僕たちは助かるんですよ。はい。その気持ちは、組んでくれないんですかあのー、レンタルっていう手段はないですね。レンタルにしたら、結局、やりたいことできなくなるんで、 あのとりあえず試して売ってよ売ってよっていうのは試してもいいんですけど、あのー、今はちょっと勝負時期なんでちょっと、あのー、本気でやりたいなと思ってるんでレンタルだと本気でできないんですかできますけどレンタルより、あのー、買った方がいいんですよけどそれを僕たちのお金じゃないですか、はい、それをなんかレンタルで、あのー、例えばそのレンタル費用が月かかるじゃないですか 分かりますよ従業員1人をあの20万円出した方が価値があるのかなと僕は思っておりますけどまあまあ僕たち会社系してるんで、はい、そんな人たちがそういうコストが上がっても初期費用を抑えるメリットというのを感じるからそっちの方がいいんだよって言ってるんだけどどうかなあの今のちょっと自分の家計の状況とかに合わせて、うん、あのやりたいんですよ買いたいんです車新車で。 岩井社長よろしくお願いしますいやただちょっとごめんなさい株式会社モノレスジャパン代表岩井義明令和のトラチャンネル主催として日本屈指のビジネス系 YouTube チャンネルを育て上げる志願者の思いや人柄にペットするそのスタイルはまさに永遠の応援団長志願者やトラ時に視聴者にまでも縦横無尽に放たれる魂の一括に今宵誰が打ち抜かれるのか いや、ただ、ちょっとごめんなさい。えええっと、桑田さんと林さんが言ってることが、ええ、その、まあ、簡単に言えばもっとミニマムスタートできるでしょうって話なんでしょうけども、ええ、まあ、釈迦に説法ですけど、ええ、彼の500万は変えられないので、今日。だから、もし言われるんだったら、このビジネスプランを全部変えろって言ったのと同じですよね。簡単に言えば。新車買うのやめて、レンタルしろとかって。それで、大替案をここで、 詰めた上で話が進んでいくならいいんですけど、そのことだけだったら、これ以上話してもしょうがないと思うんですよ。だって500万は得なきゃいけないだ,なだから、皆さんこれは、車を買う前提のお金を出すかどうかという一点で、よろしいでしょうかう、ね、あ、よろしいでしょうかというか、<laughs> で<も>お,お二人は、そうでないと、ええ、もし出そうと思っても出さないよということならば、まあ、虎ですから、ええ、大外案を出してもらいたいですよね。 要はレンタルをした上でこうこうこれで500万使うんだったら考えてもいいよっていう代替えなんですですも今のやり取りを聞くととてもそれじゃ飲まなそうだしでもこれは5人の中でどういう考えを持っている方がいるかは、うん、あのなんかこう先導はしそうですねはい、はい、けどなんとなく伝わったかなって感じですねわかりました割と僕そうでもないですわかんないですけど。うん,うん、うん 自慢のキムチサンドで攻め込む中盤戦林が100万円を動かすキッチンカー購入に対する志願者のこだわりこの選択は吉と出るか京都出るるかかいよいよ最終決断の時が迫る思いいつたのはすごいですねリライブシャツというシャツなんですが。 はい。えー、では、えっ、ー、と、ちょっと後ろを向いてください。はい。はい。では、皆さん、ファイナルジャッジメントタイムです。はい。では、お直りください。はい。では、これより最終決断に入ってまいります。えー、島田社長、お願いします。はい。すいません。ナッシングで、お願いします。ありがとうございます。えっと、まあ、すごい、 人はいいんですけど、ただし、やっぱりその、事業って考えたときに、すごいギャンブル的な、なんか要素がすごい強いなって思ったので、まあこれ、仮に500万出してやったとしても、すぐ溶かしちゃいそうかなっていうのを思ったのと、あと、やっぱその、虎からの、こういうふうにやった方がいいんじゃないのっていうことに関しても、まあ素直に受け止めれないっていうところは、まあいい面でもあるんですけど、僕からしたらやっぱり、そこは素直に聞いてもらった方が、 うまくいくんじゃないかなと思いましたなので今回はナッシングで,でありがとうございますでは高澤社長はいえはい僕は100万円ですありがとうございますでは,高社長はいえっと島田社長おっしゃる通りですね、はい、まああの最後の後半の時にはいえー、いくつかこうトラからの投げかけがあったんですけど、はい、ただやっぱりまあこれは 自分のその信念の強さというか、はい、そういうことも言えるのかなとも思いますし、ありがとうございます。まあ何よりこう、ね、確固たる自信を持ってらっしゃるところに、今回100万円ということで、応援したいなと思いました。はい、ありがとうございます。はい、はい、高橋社長。はい。すいません、すっごい迷ったんですけど、ちょっと今回はナッシングで。はい、ありがとうございます。はい えっと、最初のリスクのちょっと大きさがすごいちょっと懸念点になったのとあと女性向けのそのパッケージ見たかったなって思いましたはい、はい、応援してますありがとうございますはい、はい、桑田社長いやちょっとねごめんなさいナッシングですありがとうございますなんかうん出来たてのひよこちゃんみたいな感じがしてはい本当にちゃんと成長した上で、はい、もう一度会いたいなって思いましたなんか今君に手を貸すのはなんかベストじゃない気がしました ありがとうございます。はい、はい。えっ、ー、と、金沢さんの希望金が500万円で、えー、現在、林社長から100万円、高澤社長から100万円出ておりますので、残り300万円というところで改めて、ご枠林社長に、えー、回します。お願いします。はい。とっても素敵な方だと思いますし、大好きなんですけど、やっぱり最後のやりとりですね。あのー、そこが気になりまして、やっぱ、 僕たちの意見を取り入れてくれないんじゃないか。やっぱ初期投資の大きさとかもね、そこを理解していただけない。ね。もちろんわかりますよ。月々のコストのものがね。なんでそのあたりで、ちょっと100万円かなと思いました。ありがとうございます、はい。ありがとうございました。えー、では、えー、希望金額500万円でしたけれども、えー、200万円までしか積み上がりませんでした。今回残念ながら、ナッシングです。ありがとうございました。 はい、金沢さん、はい、ちょっとえっ、ー、と感想をどうぞはいえっ、ー、とレンタルっていうとこであ引っかかっていっちゃうと思うんですけどやっぱりあのやりたいものをやらないと信念曲がっちゃうんで絶対そこは曲げれないんですよだからそういうとこでちょっと残念だったなと思いました以上ですありがとうございましたはいお疲れ様でしたはいえっ、ー、とナッシングだったんで僕からもですねまああのそのあのなんか,か感覚については僕は 何かを言う立場にないです。はい、はい。なので、それはそれでいいと思います。はい、はい。笑顔がとても良かった。ありがとうございます。はい。今もそうですけど。ね、はい。なんか、ただ、詳し社長おっしゃったように、はい。僕から見てもまだひよこちゃん。はい。大変ながら。はい。だから、もうちょっとやっぱビジネス勉強してきた方がいいかな。はい。ちょっとなんだかんだで、人柄は良くて、みんな微笑ましく見てるんだけど、多分ですよ。はい。 あでもこのままじゃあうまくいかないんだろうなって島田さんは思っただろうし、はい、そこはね多分この人たちの言うことを聞いた方がいいかなはい、ね、ありがとうございま,まあでもせっかくのチャンスなんで何とかして頑張ってください、はい、ありがとうございます,います絶品キムチサンドを武器に挑んだタイガーファンディング林高沢が200万円を動かすもファンディング希望額までは届かず残念ながらナッシングで終幕しかし 勇猛果敢に戦い抜いたその姿はオール・オア・ナッシングに関わらず賞賛に値する再スタートを切るその背中を見送りトラたちは次なる志願者を待つ本気で働かなくてもこれ本当にハードルが低いなずっと思ってたのでダインとっていうアプリがあるんですよで僕登録してたんですよ結婚してるけど。<て> <laughs> 仲間とつながれるトラとつながれるもちろん主催ともつながれる令和のファンクラブ入会はこちらから